一仕事やりますか。なんだあのいくら。ん？あ、君もついてくるの。潜るか。潜ってみよう。視点が移動できない。視点が移動できない。ん？うわー、このイクラは何なんだ。これは何、監視カメラ的な。なんだこの斑点。え、何？うわ、演出か。びっくりした。演出か。急にビビらせるな。突然すぎだろ。水の中で爆発すんだ。すげえな、シュレーダン。お前強っ。もう物量でどうにかできんじゃん、それ。もっとポンポン投げろ。もうティーダの出る幕ねえな。ここはなんだ？おお、結構すごいメカメカしい。このタブレット全然俺扱えないと思うけど、できるかな。昭和式の直し方。なんで叩いてんの。叩いてどうにかなっちゃうのかい。昭和すぎる。うわー、なんかいる。やばいやばい。うわ、入ってきちゃった。まあでも大丈夫、手榴弾あるから。あ、ねえわ。あ、ごめん、盗まないと。ピラニア持ってるかな、手榴弾。 あるわ、みんな持ってる。なんで。え、もう敵も投げてくるんか、いつか手榴弾。なんでみんな持ってんの、おかしくないそれ。いや、強えこいつ。やばい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 。あ、3体で1匹、3匹で1体なんだ。なるほどね。あー、まあでもこれで終わりだろ。はい、ナイス。強すぎ。もうこいつなしじゃ生きていけない、もうこれから。ありがとう。これはなんだ、調べる。まあ、まだ変なの扱ってんね。てか息続いてんのすごくね。肺活量どうなってん。ブリッジボールやってたからって関係なくないか、もうここまで来ると肺活量。ボンベあんのかな。実はなんか変なやついるし。変なやついるって。なになになに。え、なんでもないんか。こっちのアングル怖いな。なんか急に出てきそう。やっぱいるやん。やっぱいるじゃん。始まっちゃったよ。ないもんね、一回盗まないと。こいつ持ってるかな、ちょうどよく。いや、やっぱ持ってたね、みんな。なんでみんな持ってんの。こいつが持ってんのせいぜい石ころだろ。まあいいや、あるものは使っていこうか。手榴弾いけ。いやー、いいですね、いい火力してます。お、切るんだか。なんだなんだ。ああ、届かない。トリガーコマンド。バトル中時々特別なコマンドが使える場合があります。コマンドウィンドウで矢印を押してください。身構える。身構える。回復。あー、なんかいっぱいあんね。とりあえず身構えればいいのかな。タコ頭。うわー、すげえ。これ身構えてなかったら絶対死んでたんだろうな。ちょっとなんかお仲間さん死んじゃいそうだから、ちょっと回復してあげたいんだけど、全然回復できねえや。あれ、ごめん、全然仲間のやつ回復できねえや、ごめん。んじゃあ、まあ死んだらごめんなさいということで剣振りましょうか。あ、それとも自分、あ、自分で回復するんだ。あー、なるほどね。
仲間に使ってもらえないのかこれ。ちょっとやだなそれ。やっぱ盗めないときあんだ。みんながみんな手榴弾持ってるわけじゃないもんな、さすがに。行こう剣技スパイラルカット。あー、オッケーグッド。うわ強っ。 600? とんでもねえ火力が。さあ次こそ。いやないわ。ないかやっぱ。まあたまたまだよな、最初の手榴弾の1個目は。さすがに持ってないか。やべえやべえ。ハサミ撃ち、このバトルのみ。敵をハサミ撃ちにします。絶対ハサミ撃ちの方が良くない？行くぜハサミ撃ちだ。やるぞ。いいよいいよ。マジか。女の人にやらせんの、そのおとり役。ティーダちょっと情けねえぞ。まあ、武器持ってる方がいいか、奇襲すんのは。ちょっとさすがに盗むもう効かないと思うから戦いましょう。いや弱いな。まあ、武器持ってないからしゃあないか。いって、やばい、死ぬ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 て。やべえ回復。いやーハイポーションはもったいねえもんな、なんかな。いやでも使うか。いや使ってないわ、ポーションだったわ。いけー。何弱点120いったよ。2倍ぐらい攻撃違うね。やっぱ弱点とかあるんだこのゲーム。いや盗めないかな。普通に攻撃しましょう。なんで俺ばっか狙うの？真正面にいるじゃん、倒せやすそうなやつ。倒しやすそうなやつめっちゃいるじゃん。めっちゃはいないか。うわ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 、こいつ意外と体力多いな。あー回復した方がいいかな。なんか死にそう。ちょ回復しましょう。おりゃナイスー、オッケー。いやまだ大丈夫だよな、240あれば。ナイス弱点。お倒した。いや体力多かったな。なんとかなったか。もういい加減息続かないんじゃない、ティーダー。さすがにこんだけ潜ってたら息続かないでしょう。まあ、全然泳げるわ。あでも帰るのか。帰りましょう。もう息がやべえ。多分かれこれ3分ぐらい潜ってるよ。バキのやつでも8分ぐらいしか潜れないのに。ティーダーすげえな。なんかついた。これでなんかあんのか、電力供給的な。電力供給されますよ的な。誰だお前、お前誰だ。なんか遊んでるやついんな。仕事中だぞこっちとら。なんだお前、何やってんだこいつマジで。何してんのこいつ本当に。え、何やってんのお前。え、何やってんのこいつ。うん、うわなんかでかいのある。何これ。これあのテレビのアンテナ違うな。なんかクソでけえやつあんな。
おお、なんか戻ったね。え、これさっきの船？おお、あ、全体像を見ると意外と夢飛空艇待てにサボー死のるまさかきあっさ。飛空艇は同じ言語だな。ラーセゴフタセリチワデモフは。なんて言ってんだろう。おやねまあ細か。お前は入れないってやつか。なんだよ、手伝っただろ。ありゃりゃ、でけえな。あ、腹減った。その荷物に入ってないのかな、飯。お、優しい、ご飯くれた。おー、飯結構豪華だな。あー、やっぱそうだよな、箸とかないから手で食うよな。水はないのか。やばいやばい。はいよ。ナイス。焦って食べるからだよ。優しいとこあんじゃん。何さ。あなたのお名前は？リュックだよ。リュック。おお、本当に通じるよ。おお。でもそれなら最初から普通に話してくれよな。そんな余裕なかったんだよ。みんなチーのこと魔物だと思ってて。チー？チーって？あ。チーは君って意味。あなるほどね。あんたたち何者？そうだよ、アルベド族だよ。言葉でわかるでしょ。アルベド族、ね、君アルベド嫌いじゃないの？嫌いも何も知らない。どっから来たの？ザナルカンドだよ。俺そこでブリッツの選手やっててさ。ザナルカンドエーブスのエース。あ、そういうチーム名なんだ。もしかして頭を強く打つとかした？アホられてんぞ。あんたたち殴られた。じゃあその前のこと覚えてる？雰囲気的に完全に別世界なのかな。どっかに飛ばされたとかじゃなさそうだよね。ザナルカンドのこと、試合や生活のこと、ブリッツボールの試合の時にシンが襲ってきたこと、そしてアーロンのせいで逃げ遅れて光に包まれて。アーロンのせいなんだ。思いつくままに話したけど、そのうち不安になってきたんだ。アーロン元気にしてっかな。俺変なこと言ってんのか？シンに近づいたんだ。シーンは世界共通的な感じなのか。大丈夫、きっとすぐ治るよ。シーンに近づきすぎた人間は頭がぐるぐるしちゃうんだって。だから君も変な夢みたいの見ただけじゃないかな。俺病気ってこと？シーンの毒気にやられたんだと思う。なんで？だってザナルカンドなんて今もうないんだもん。千年前にシーンが暴れて壊しちゃった。だからあ、同じ世界ではあるんだ。できないよ。ザナルカンド、千年前。千年前か。どういうことだよ。千年前って、俺シンがザナルカンドを襲うの見たんだぞ。あれが千年前だってのか。信じらんないって、そんなの。ああ、時飛んだんだ。主人公は別世界とかではないんだな。あのさ、うん、ブリッツの選手なんでしょ？うん。ルカへ行けばなんとかなるかもよ。君を知ってる人いるかもしれないし、君も何か思い出すかもしれないもんね。
ルカ？よし、私に任せなさい。ルカに連れてってあげるよ。よさじ。行きたくないの？うん。じゃあみんなに話してくるから、ちょっと待ってて。あ、それから注意。ザナルカンドから来たなんて人には言わない方がいいよ。あそこはエボンの聖なる土地だから怒る人いると思うんだ。聖なる土地？うん、うん、うん。勝手に聖地にされてんだ。ザナルカンドはエボンの聖なる土地。何のこってすかって感じだった。だよな。エボン、真の毒家ルカ。どこか遠くへ来ただけだと思ってた。すぐに帰れると思ってた。千年の時を超えたってか。信じられるかっつーの。あ、もう。え、おおおおおお、危ない危ない危ない。あ、なんだなんだ。なんで出てきた。進化、進化、死んだルーボー。やばい、死んだルーボー。やばいやばい、早く逃げないとまた千年の時超えちゃうよ。 あやばいやばいやばい、また、これまた千年の時超えちゃう。あー、リュック、やばい。もうどんだけ不遇なんだよ、ティーダー。マジか。なんかめっちゃセーブしちゃった。どこだ？なんか綺麗なとこ来たな。これまた千年経ったとかじゃないよね、さすがに。やばいやばいやばい、危なっ。どこです？リュック。おお、あ、今のブリッジボールじゃない？あ、輪っか。ブリッジボール。あ、ブリッジじゃねえ、ブリッツでした。大丈夫か。人、輪っかさんじゃないですか。いや、ボール持ってかないんだ。あ、違った。すげえ、どういう軌道。わ、この笑顔見たことある。この笑顔見たことあるぞ。輪っかさんじゃないですか。ここがさっき言ってたユタなのかな。なんだ、物珍しそうに。どうも。お前、言葉通じる。さっきの技もう一回やってみ。嬉しかった。今度こそ助かったと思ったんだ。ねえ、すーげえ、とんでもねえ脚力だ。素人じゃないよな。どこのチームだ？ザナルカンドエーブス。やばい。どっから来たって。あ、悪い、今のなし。あ、俺さ、真に近づきすぎて頭がぐるぐるなんだよな。だからどこから来たとか、ここがどこなのかとか。真の毒気にやられたか。でもこうして生きてるんだ、エボンの賜物だ。あ、その
その挨拶知ってるぞ。最初のガキンチョたちがやってた。トレーニング続けてろ。俺はワッカ。このビサイドオーラの選手兼コーチだ。あ、コーチでもあるんだ。なんだ、アーロンとなった。アーロンは監督だけか。よし、村行くぞ。なんか食わしてやる。優しい。てかワッカのその右手のやつだと思った。太鼓じゃないんだな。だから聞いてみたくなったんだ。あのさ、ザナルカンドって千年前に滅びたんだよな。今は遺跡になってしまったでいいんだよな。昔スピラにはでっかい町がたくさんあった。夜でも賑やかな機械仕掛けの大都市だ。みんな機械の力に頼って面白おかしく遊んでたわけだ。だけどな、見てみろ、突然神が現れて機械の街を全部壊しちまった。もちろんザナルカンドもな。それがだいたい1000年前。そう、お前の言う通りだ。まあ神は調子に乗っちまった人間への罰ってわけだな。まったくよ、昔のやつらのせいで今の俺たちが苦労するなんて腹が立つよな。宝箱、もちろん罪を償うのは今の人間の大切な役目だ。それは分かってるさ、でも時々やりきれなくなってな。リュックの言った通りだった。ワッカもリュックも嘘をつく必要なんて全然ないんだ。でもよ、ザナルカンドエイブスってのは笑えたぞ。もしかしたらそんなチーム本当にあったのかもしれないけどよ。なあ、楽して暮らしてた時代のチームなんて言わっちに決まってるけどね。お前が落ち込むことないだろうが。俺を励ましてくれるワッカの気持ち嬉しかった。でもその時俺が考えていたのは、始まりはシンだ。だからもう一度シンに会えば、それができたらザナルカンドへ帰ることができるかもしれない。その時が来るまではここがどこかとかいつの時代だとか気にするのはやめよう。気にしないってのは難しかったけど、少しだけ楽になった。ほんの少しだけ。真にまた会ったらさらに千年後行きそうだけど、まあそこはあんまり考えずに希望を持ってるってことか。おい、こっちだ。すげえのどかなとこだね。機会が一切ないんだろうな、多分真にやられるとか言ってたから。なんかあんのか。なんだここ。あっ、あーあー、高くね。何すんだよ。高くね、ここすげえな。ワッカーよく押したな今の。もう多分この主人公じゃなかったら死んでたぞ。あれ待って、ワッカーどこ行った。結構ワッカーやんちゃなやつなんだな。え、ボール持ってる。ブリッツボール。ワッカーブリッツボールで戦うんか。ブラインアタック。あんまり強くない。まあでもちゃんと倒してるわ。ワッカー、いいね。ワッカー、待って、これどこ行くん。これどこ行くん。こののどかな風景はいいんだけどさ、めちゃくちゃ敵いるな。お、ついたか。笑ってるよワッカー。うわわわわ、離せよ。お願いがあるんだな。あんたのチームに入れてんだろ。
きなブリッツの大会がある。スピラ中のチームが集まるでかいやつだ。でかい大会だから、お前のこと知ってるやつらもきっと来る。そしたら、ね、お前元のチームや生活に戻れるだろう。なあ、悪い話じゃないと思うぞ。どうだ。まあ、次元超えてなければの話ですけどね。いいよ。ありがとうよ。大会まで頼んだぜ。どこ潜ってくんそれ。道わかんのか。ブリッツとティーダー、シンだけがザナルカンドとスピラを繋いでるような気がしたんだ。確かに。そんなに外れてなかったろ。ブリッツずっとあるもんな。千年経ってんのに。千年続く競技ってすごいな。俺はあそこで生まれて5歳でブリッツボールを始めた。13歳でビサイドオーラカに入って10年選手ってやつだな。10年選手。10年やっても大会じゃ一度も勝てなかった。ってことは今23歳。引き際が肝心だってんで去年の大会を最後に引退したんだ。引退しちゃったんだ。また腹減ってるよ。でな、引退してから新しい仕事を始めたんだよな。でもちょっと気抜いたらすぐブリッツのこと考えちまう。10年間勝ちなしじゃな。去年の1回戦はチャンスだった。でもきついことがあって試合に集中できなかった。言い訳っすね。厳しいっすね。次の大会で勝ってすっきりしたい。もうなんか仲良くなっちゃってんじゃん。そういうことか。大会の目標は？順位は関係ないんだ。いい試合ができたらそれでいい。目標低いな。本気でやったって充実感があれば俺すっきりやめられると思う。目標って聞かれたら優勝って答えろよ。そうだよな。試合に出るなら勝つ。それ以外何があるんだ。そうだそうだ。優勝。マジっすか。これは熱い青春物語が繰り広げられるわけですか。これから楽しみですね。スポーツ系漫画結構好きだから。ああ、海から来た人か。楽しみですよ。この道は魔物が多いから注意した方がいいよ。優しい。真に近づいたのに助かったんだろう。こんなところでやられるなよ。島のみんな優しいね。討伐隊のルッツとガッタ。討伐隊？うん？討伐隊？お前そんなことも忘れちまったのか？悪かった。気にすんな。俺が面倒見てやる。うっす。その代わり大会の時は大活躍してやるから。うっす。ああ、討伐隊のことは直接聞けよ。村の宿舎にいるはずだ。討伐隊いるならさっきの湖全員殺してくれよ。モンスター、何やってんだ討伐隊。ビサイド村だ。食べ物ある？後であの家で食わせてやる。しばらく暇つぶしてろ。マジか、まだ食えねえのか。そうだな、 あそこが討伐隊宿舎だ。ルッツとガッタにいろいろ聞いてみろよ。オッケー。そうそう、こっち来い。なんだよ。お前いくらなんでもお祈りは覚えてるな。なんだそれ。そんな知らないぞ。祈ったことなんてなかったから。もちろん全然知らなかった。あの挨拶か。ちょっと忘れてるだけだよな。まあ、とにかく教えてやる。あ、やっぱこれか。これね。俺、やってみ。うん。俺もやっとくか。なるほどね。手で玉を作るイメージですか。よし、上出来だ。これは何なんだろうか。じゃあ寺院の召喚師様にご挨拶してきな。
それは召喚士？ブリッツボールの選手だったら誰でも知ってる勝利のおまじないだった。あ、ブリッツボールのやつなんだ。それ五郎丸の五郎丸ポーズ的な、そういうあれね。ちょ、先どっちにしようかな。先寺院の方行くか。いやでも待ってよ、先どっちにしよう。こっち行くか。討伐隊の方。兄ちゃん、ちょっと話聞かせてくれ。真に襲われたんだろ、それ最近か。多分な。じゃあ島の近くに真がいるのか。隠してないよな。もちろん。隠すことはないでしょう。この近くに真が来たのなら島を襲いに来るはずだ。ところがそんな気配はない。悪いけど俺には何もわからないよ。だいたい俺討伐隊ってのもなんだかよく分かってない。冗談だろ。真の毒気か。わった。毒気どんだけすげえんだよ。はい先輩。記憶吹っ飛びすぎやろ。討伐隊は真と戦うために生まれた組織である。スピラ中に支部があり、そこに志願した者は誰でも参加可能である。討伐隊は800年前に英雄ミヘン様が作った石山宗を起源とする。後年組織を拡大し討伐隊と名を変え、以来真と戦い続けているのである。800年も戦い続けて真を倒せないのかね。討伐隊にできるのは真の進路を変えさせたり、まあはっきり言ってその程度だ。あ、多分俺らには真は倒せない。討伐隊の役目は真から寺院、町、村、人々を守ることだ。じゃあ、なるほどね。誰が真を倒すんだ？真の毒気ってのはこんなひどいものなんですか？いや、これはかなりひどい。教えてやるのは簡単だが、できれば自分で思い出す方がいい。絶対無理だよ。寺院へ行って祈りを捧げてこい。すべて思い出せますようにってな。そんなんで思い出せたら今思い出してるよ絶対。祈りってこの世界ではそんなすごいもんなのか。とりあえず行ってみるか。ジーン行くぜ。俺の記憶取り戻してけれ。すげえ、なんかいっぱいいる。これはゾウなのか。あ、やってるやってる。うわー、なんかすげえ上裸の男が。本当。本当に俺の知らない世界だったね。え、なんだここ。これは何の像だ。討伐隊の有名人か。ブラスカ様が大召喚士となられてから10年、やっとこの寺院にもご聖像が届きました。あ、この人なんだ。大召喚士ってなんすか。やばいやばいやばい。俺真の毒気に当たっちゃったんです。何度か納得してもらえたか。何度も同じ言い訳をする自分が少しおかしくて寂しかった。召喚士とは神秘の技で我らエボンの民をお守りくださるお方。選ばれし召喚士が操るは血肉を持たざる聖なる獣、召喚獣。祈りに応えて姿を現す召喚獣は大いなるエボンの賜物。エボンって何なんだよ。要するに、なんだかすごいおじさんたちに感謝しなさいってことだと思った。めっちゃわかりやすいそれ。なるほどね。こっちはなんだ。
まあなんかある。あんたなんだい？エボンの経典を調べても真の毒気を癒す方法は記されておらん。お主にエボンの恵みがあれば毒気は抜けるかもしれん。まあそうだよな。そんな毒気抜ける術持ってんだったら真のやつもうちょいなんか対抗できそうな気がするわ。毒効かないんだったら倒せそうな気がするよね、真とか。そんなことないのかな。こっちは何でもない。ガードでないものが試練の間に近づいてはなりません。結局、あ、じゃあお祈りしてねえよ、俺。お祈りできるとこないかな。ちょ、お祈りしないと。あ、ねえわ。結局お祈りしないの？何だったんだ今の時間。まあお話聞けたからよかったけど。若さん、お腹空いたよ。若さん、できました？悪いな、飯はまだなんだ。昼寝でもしてろ。疲れてるんだろ？まだ元気だ。ちょっと冒険してみる。宝箱、よかった。でも絶対これ人のやつだよね。フェニックスの尾、絶対大事なやつ。こんなん取っちゃっていいの？人んちから。人んち入れる？どうも。うわー、ちょっとなんか気まずいな。おい、全然服着てないじゃん。あ、服なのかそれ。すごい派手だね。露出すごくない？あんた海から来たんだってな。ルツたちに聞いたよ。そう、それだけか。他の人のお話聞いてみるか。なんだ？挨拶してる。あんたら何なんです？アイテムを買う。あ、店、お店だ。お金はちゃんと残ってるね、ポケットの中に。よかった。フェニックスの尾は割とある。ポーションとかかな。あ、でも待ってよ、毒消しとか買った方がいいのかな。じゃ、ポーションを、まあ合計10個になればいいか。毒消しも10個ぐらいあればいいか。あー、お金いっぱいなくなっちゃった。まあこんなもんでしょう。こっちは、あ、こっちは討伐隊か。ここは何なんだ。うわー、なんかある。ここで作っているビサイド織物はなかなかの品だ。安く買い上げて売りさばけば、もう人儲け間違いなしだ。俺には売ってくんないのか。新しい服欲しいのに。よーし、若さん、そろそろ飯できた？悪いな、飯はまだなんだ。まだか。昼寝でもしてろ。疲れてるんだろ？まあ、昼寝するか、じゃあ。ん？様子を見に行った方がよくはなかろうか。なんだ？大丈夫だと思うんですが。しかし、もうかれこれ。なんだなんだ？しかし、もうかれこれ。夢見てる。かれこれ一日経っているからな。一日？様子を見に行ってもらえますか？うん、すでに関係者で手分けして探している。なんだこの人は。ありがとうございます。この島のものではなさそうだな、こいつ。見た目的に。あんなやつ帰ってこなくてもいいのに。これ幼少期の T だ。死んでしまうかもしれないのよ。それでもいい。ああ、お父さんが嫌い。お父さんか。ティーダー。嫌いだってことも伝えられないのよ。何があったんだよマジで。
ティーダ割と生意気なガキンチョだったんだな。ワッカどこ行った？